晒し込みアートをご紹介いたします。ベースカラーを塗ります。ジェルで花びらを描きましょう。その後ファイルとダストオフを行い、アクリル絵の具の垂らし込みを行いましょう。はじめにカラージェル XB003 を塗ります。手指消毒やプレパレーション、ベースジェルの塗布は事前に行っておいてください。丁寧に色ムラがないようにジェルを塗りましょう。ライトで硬化します。もう一度 XB003 を塗りましょう。ライトで硬化します。ジェルで花びらを描きましょう。3色をパレットの上に用意します。3色をそれぞれトップジェルで薄めながら花びらを描いていきましょう。ローズ、オレンジ、そして黄色というように水彩画のように色ムラがあっても OK です。5枚の花びらを描きましょう。隣同士は違う色を置いた方が可愛いフラワーネイルになりますよ。少しだけ花びらの外側の色を濃いめにしましょう。ライトで硬化します。ファイルとダストオフを行います。その前に表面のベタつきをジェルクリーナーで拭き取ります。表面をスポンジファイルで軽く削りましょう。表面全体をファイルします。指や目で削りすぎていないか確認しながら行いましょう。ファイルに持ち替えました。フラワーアートの部分をより丁寧に行いましょう。削りカスをダストブラシでしっかりと除去しましょう。削る理由は、ツルツルの表面だとアクリル絵の具が上手に塗れません。アクリル絵の具の垂らし込みを行います。アクリル絵の具の白と水を1対1以上の割合で混ぜ、パレットに用意します。まずは大きな花びらを5枚、少し重なるように描きましょう。ナイロン筆ではなく非常に柔らかい天然毛の筆で垂らし込みアートを行います。キッチンペーパーで筆の水分を時々調節します。筆で絵の具を塗って乾いた筆で余分な水分を吸い上げましょう。1分から2分程度自然乾燥させます。絵の具が乾くまで待ちましょう。乾いたかどうかは目で見て確認します。指で触って確認はしません。垂らし込みアートを続けます。自然乾燥させます。垂らし込みアートを続けます。自然乾燥させます。今度はお花の内側の花びら3枚を描きます。1枚1枚丁寧に描きましょう。自然乾燥させます。塗っ
って余分な水分を吸い上げるという作業を繰り返し行います。自然乾燥させます。ベースジェルを塗り、ストーンやブリオンをのせます。今回は7ストーンのクリスタルを使用しました。ライトで硬化します。ノーワイプトップジェルを塗ります。ライトで硬化します。垂らし込みアート、フラワーネイルが完成しました。ネイル工房では各 SNS でジルネイルの情報を配信しております。詳しくは YouTube の概要欄をご確認ください。いつも高評価、コメントありがとうございます。ネイル工房でした。